自らの生産ラインのニッケル、鉄電池を持つトーマス・エジソンニッケル。鉄電池は正極に、オキシ酸化ニッケル、不極に、鉄、電解液に水酸化カリウムを用いた二次電池である。活物質はニッケルで滅キされた交換、または穴の開いたポケットに保持されている。過充電、過放電、短絡などの国使に対して耐性があり、そのように扱っても、 非常に長い寿命を有する強い電池である。切れ目なく充電し、それを20年以上続けられる、バックアップの状況でよく使われる。非エネルギーが低く、電化保持が低く、製造コストが高いため、鉄、ニッケル電池は、ほとんどの用途において、他の種類の二次電池にとって変わられている。振動、高温及びその他の物理的ストレスに耐えられるため、 ヨーロッパの採掘作業で長年使われてきた。電池の重量が重要ではない風力及び太陽光、発電システムでの使用のために再度考察されている。多くの鉄道車両は NIFE 電池を使用している。ロンドン地下鉄電気機関車やニューヨーク市地下鉄 R62A などが例である。この技術は日々の充電が適正技術となるオフザ。 グリッド用の人気を取り戻している。ニッケル、鉄電池は燃料電池自動車及び貯蔵用の水素製造のための組電池及び電気分解として使うために研究されている。これらのバトライザーは従来の電池のように密る放電することができ、完全に充電すると水素を発生させることができる。頻繁なサイクルに耐えるこれらの電池の能力は 電解液中の反応物質の低い溶解度に起因する。充電中の金属鉄の形成は水酸化鉄の溶解度が低いために遅い。W 鉄の結晶がゆっくりと形成されると電極が保護されるが、高速性能も制限される。これらの電池はゆっくりと充電されゆっくりと放電することができる。熱暴走により損傷する可能性があるため、 低電圧電源から充電すべきではない。ガスが発生に伴って、電池の内部電圧が低下し、温度が上がり、流れる電流が増加し、ガスや温度が、さらに増加する。正極の反反応式は、以下の通り不極の反反応式は、以下回回路電圧は 1.4V であり、放電中は 1.2V に低下する。水酸カカリウムと水酸カリチウムとの、 電解液混合物はミツル放電で消費されないので、鉛蓄電池とは異なり電解液比重は充電状態を示さない。NIFE 電池を充電するのに必要な電圧は1セルあたり1 8ボルト以上である。水酸カリチウムは電池の性能を向上させる。当価充電電圧は1 6 5トである。1899年、スウェーデンの発明家、 ボールマール・ユーナーがニッケルカドミウム蓄電池を発明した。ユーナーは100%鉄を含む様々な比率でカドミウムを鉄に変えて実験した。ユーナーはニッケルカドミウム化学の主な利点はコストであることを発見したが、充電反応の効率が低く、水素のより著しい形成のためにニッケル鉄技術が望まれるが放棄されていることが発見された。 ユーナーは、電池の鉄にしたもののいくつかの特許を持っていた。さらに NICD 電池の特許も一つ持っていた。スウェド、パッドナンバー15.567-1899エジソンストレージバッテリーカンパニー1901年、トーマスエジソンはアメリカで NIFE の特許と商業化を行い、デトロイトエレクトリックやベーカーエレクトリックなどの 電気自動車のエネルギー源として提供した。エジソンはニッケル、鉄の設計が円盤と酸を使った電池よりはるかに優れていると主張していた。いくつかの特許を持っている。エジソンは自身の電池が来年期間の指導に採用されず、また電池が導入されてからわずか数年後に電気自動車が生産中止になったことに失望した。 彼は1900年代初頭に好まれた輸送方式であった電気輸送のための電池としてこの電池を開発した。エジソンの電池は当時使われていた鉛蓄電池よりもはるかに高いエネルギー密度を有し半分の時間で充電することができたが低温では性能が低く効果であった。ユーナーの業績はニッケルカドミウム電池が生産される1940年代まで。 アメリカではほとんど知られていなかった。50ボルトのニッケル、鉄電池は第二次世界大戦のドイツの V2 ロケットの主要直流電源であり、4つのジャイロスコープに電力を供給する2つの16ボルト電池とともに使われた。より小さなものは V1 飛行爆弾に使われた。エジソンの電池はニュージャージー州イーストオレンジにある エジソンストレージバッテリーカンパニーによりおよそ1903年から1972年にかけて有益に作られた。1972年にこの会社はエクスイドバッテリーコーポレーションに買収され、1975年に製造が中止された。この電池は鉄道信号、フォークリフト、大気電力アプリケーションに広く使われていた。ニッケル。 鉄電池は5から 1250R の容量で製造された。元のメーカーの多くは現在ではニッケル、鉄電池を製造していないが、新たな会社による生産がいくつかの国で始まっている。現代のニッケル、鉄電池の中のプレートの3つのバンク電池板の活物質は多数の充填された管もしくはポケットに収容され、指示、導通フレーム及びグリッドにしっかりと取り付けられている。 支持するものは管とよく電気的に接触している。グリッドは薄いシート口から打ち抜かれた上に補強幅を持つ軽い骨格フレームである。グリッドは他のすべての内部金属表面同様腐食を防止するためにニッケルメッキされている。構成要素は電解質で覆われたままでなければならない。もし乾いてしまうと陰極板は酸化し非常に長い。 充電時間を必要とするからである。ニッケル、鉄電池の構成要素正極版の活物質はニッケル水和物の形である。缶のリテーナーは細長いスチールリボンで作られ、長さ約4インチ、直径1、4インチ、1、8インチで細長い穴が開けられ、ニッケルメッキされている。リボンは螺旋状に巻かれ、巻かれた縫い目がつけられ、缶は約1、 2インチの間隔で小さなスチールリングで補強される。これらの管にニッケル水合物とニッケルの純水片を薄い交互の層を充填ししっかりと詰め込んで打ち付ける。ニッケル片の目的はニッケル水合物と管の良い接触を形成し、それにより導電性を生み出すことである。管は充填され閉められるとグリッドに垂直に取り付けられる。正極板は ニッケル水和物で満たされている。不極板の活物質は酸化鉄である。リテーナーのポケットは細く、細かく、穴が開けられたニッケルメッキ口でできており、幅1、2インチ、長さ3インチ、最大厚さ1、8の大きさである。細かく粉末状にされた酸化鉄はこれらのポケットにしっかりと押し込まれ、その後これらはグリッドに取り付けられる。取り付け後にプレスされ、 グリッドと密着させる。これによりポケットの側面が波形になり、ポケットと活物質のバネ接触を提供する。不極板の活物質である酸化鉄、密流放電は一つの電極からもう一方の電極への酸素の移動を伴う。よって、この種の電池は酸素リフト電池と呼ばれることがある。充電した電池では、正極板の活物質は超酸化され、 不局板の活物質はスポンジ状や還元状態にある。もし電池の通常の容量が不十分である場合、電解液の温度が摂氏46度を超えない限りは短時間で増加率の高い充電を得ることができる。この短時間充電は非常に効率的で損失がない。通常の充電率の3倍までの充電率で30分間使用できる。 NIFE 電池を完全に充電するには通常は7時間を要する。使用中の充電量は前回の放電の程度により決まる。例えば電池を1に放電すると通常の3.5時間の充電が可能になる。過充電すると電流が無駄になり、電解液中の水が急速に蒸発する。充電の低減率を高めるためには充電中にセル短時間に 平均1 6 7トを維持する必要がある。充電開始時の電流値は電気抵抗により変化する。抵抗がない場合、開始速度は通常の約2倍、終わるまでの速度は通常の約40%になる。放電では、正極は還元される。鉄と自然な神話性を持つ酸素はそれらを酸化する陰極板へ向かっていく。 どんな速度でも正常より25%まで、正常の6倍までの短時間で放出することが許容されている。通常の放電率がこの値を超えると異常な電圧効果が発生する。電解液は運搬車として作用しセルの機能を果たすため、化合には含まれない。その比重は、ミツル放電中の蒸発及び温度変化以外からは影響を受けない。 比重のかなりの変動は許容でき、電池効率のみに影響を与える。ニッケル、鉄電池には危険物としての処理が必要な鉛、酸及びニッケルカドミウム電池に含まれる鉛や、カドミウムが含まれていない。ありがとうございます。